それではですね、ヤシリさん、ユウさん、マロンさん、つみさん、まあ、読めない方たくさんいます。あ、柴田さん、ハレルヤ、アメン。じゃあ、まず、御言葉から、11月26日、月曜日。互いに真実を語り合い、縄文では真実と正義に基づき平和をもたらす裁きをせよ。ゼカリア8-16。But you must be truthful with each other and in court. You must give fair decision that lead to peace. But you must be faithful with each other and in court. You must give fair decision that you lead to peace.互いに真実を語り合い、縄文では真実と正義に基づき、平和をもたらす裁きをせよ。はい、これはゼカリアのところです。はい、じゃあ行きましょう。今日はちょっと、今日は、ヘッドホンがあります、ね。はい、ルーターですね。今日はちょっと寒いですね。はい、アイさん。おはようございます。今日はいい天気です。青空です。いい天気ですね。ハレルヤ、おはようございます。ハレルヤ、おはようございます。仕事行きたくないです、ハゲさん。そうですね。多くの人はですね、その仕事の意味がですね、見出さないんですね。ただお金のためとか生活のための仕事というと、動機が十分じゃないでしょう。もっと意味のある仕事、本来の仕事、多くの人は、それを知らないです。仕事したくない、勉強したくない、それはですね、本来の仕事をまだ、大丈夫かな、大丈夫。本当の仕事を知らないで歩んでいます。でも皆さん、ぜひ知ってください。私たちは、面白い鳥がいる。鳥見えますか？なんかちょこちょこちょこっと歩く鳥がいました。多くの人はですね、朝、特に今日月曜日ですね、もう起きたくない、寒いし起きたくないし、もう仕事にも行きたくない、学校にも行きたくない、皆さんそういう方多いと思います。確かに私たちは天国行くまでは本当の安息では、天国に行って本当の安息です。そういう意味では、
そういう意味ではですね、この世にあって、私たちはある意味では重さを感じます。地球に重力があって、私たちは自分の体重でも重さを感じますが、その体重だけではなくていろんな罪の重さ、そして、この世のいろんなしがらみ、私たちはいろんな重荷を背負っています。ですから、天国に行って初めて私たちは重荷がなくなるんですけど、はい、おはようございます。グッモーニング。今日もやってますよ、放送してますよ。いいじゃん、この段階で。ありがとう。私は、あの素敵ですよ。ジェントルマン。はい、ジェントルマン。ジェントルマンですよ。そうそう、ジェントルマンでね。あれ、どうもジェントルマンで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、そう、ジェントルマン、そうですね、私たちは、ジェントルマンとして歩む必要があります。アスカさん、グッモーニング。聖書は言っています。神の子として歩みなさい、神の子として歩みなさいと、書いてあります。皆さん、おはようございます。神の子として歩むんです。多くの人はですね、自分のアイデンティティが分からなくて、マイさん、おはようございます。自分のアイデンティティが分からなくて、自分はダメなんだ、もう自分はもう認められないんだ、自分は価値がないんだ、そういうセルフイメージが低く、低いので、セルフイメージが低いとですね、やる気も起きないんです。ですから皆さん、私たち生きることの喜び、生きることのその張りというのはですね、まずセルフイメージが高くなければなりません。でも自分で勝手にですね、自分で勝手にセルフイメージを高くしちゃうと傲慢になっちゃいます。天井さん、ありがとうございます。私たちは、自分で自分のセルフイメージを高くはできません。私たちは自分で自分を高くすると傲慢です。高ぶってしまいます。私たちは、イエス様に、イエス様に認められて、ああ、私はあなたを愛してるよ、私はあなたのために十字架で死んだよ、私たちはイエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて認められるのです。イエスキリストを信じて罪が許されるのです。その時に私たちは自分で、自分でセルフイメージを高くしたのではなく、イエス様が、イエス様が私たちを認め、イエス様が私たちの、私たちを神の子にしてくださる。自分でなることは、自分の力でなることはできません。自分がいくらいいことしたからといって神の子になることはできません。イエス様が私たちを認めてくれて、私たちがイエス様を認めるから、カマキリさん、おはようございます。私たちがイエス様を認めるから、イエス様も私たちを認めてくれるんです。そして私たちは、イエス様に認められることによって、そして自分は神の子になったということを信じることによって、私たちは初めて本当の、本当のセルフイメージを高めることができます。そしてそのセルフイメージが高くなる、なったことを、私たちは、その、私たちは、生きていいんだ、価値があるんだ、ものすごい価値があって、ものすごい意味があって、ものすごい、尊い存在として、自分、セルフイメージを持つことができます。そのことを通して、私たちは生きることの喜び、生きることの、意味、生きることの素晴らしさを私たちは確認することができるんです。その時初めて私たちは、楽しくなるのです。私たちは ものすごいって具体的に説明してください。神の子供ってすごいと思いませんか？神の子供ってすごいですよね。
はい、今日もこのベンチよいしょ、何でしょう、切り株ベンチ、切り株ベンチ、今日が最後になるでしょうか、ちょっとわかりません。ゆずくさん、おはようございます。ゆずくさん、おはようございます。切り株ベンチ。そういうわけで、多くの人はなぜ辛いのか、なぜ楽しくないのか、それはまだ自分のセルフイメージが低いんです。ああもう何のために生きるんだ、自分は何なんだ、もう自分は、生きる意味があるんだろうか、それはとても残念なことです。全ての人が、全ての人が神の子になれるんです。神様に作られたのに。はい、和田子さん、おはようございます。和田子さん、イエスキリストを信じなければ神の子になれないんですよ。人間は、神様に似せて作られたけど、人間そのものが神の子ではないんです。聖書によると、イエス様を信じて神の子になる特権が与えられると書いてあります。ですから、多くの人は、神の子になる必要があるんです。人間に高い低い言われたくないのが人間でしょう。そうですよね。人間低いって言われたくないです。人間は低いって言われたくないけど、自分で高くすることはできません。私たちを、高くしてくれる人が必要なんです。はい、イモちゃん、はい、おはようございます。日曜日のライブは心が現れました。トロロさん、よかったですね。神様が高めてくださいます。そうです、私たちはですね、イエス様によって、イエス様が十字架に変わりました。それはイエス様が低くなってくれたということです。イエス様が天から来られて、十字架にかかって、十字架にかかって死んでくださいました。罪人のように。イエス様は罪がないんです。イエス様は罪ないんですけど、罪人のように十字架にかかって低くなってくれました。イエス様が低くなってくださったので、私たちが高くなれるんです。自分が高くなったのではありません。イエス様が低くなったから。イエス様が低くなったから、私たちは高くなれるんです。自分の力ではなく、イエス様の力です。はい、そういうわけで皆さん、ぜひイエスキリストを信じて神の子になりましょう。神の子になることによって、私たちは初めて生きることに生きがいを感じます。生きることに意味を見出します。皆さん、悪魔の子でですね、生きる意味がありますか？悪魔の子で生きる意味がありません。多くの人が、生きる意味を見出さないのは悪魔の子だからです。ちょっと悪口のように聞こえるかもしれません。それはイエス様がそうおっしゃってるんですね。イエス様が、あなた方は、あなた方の父は悪魔だとイエス様もおっしゃいました。それは罪のうちにある、罪のうちを歩んでいるからです。みかんの缶詰、いいですか皆さん、私たちは神の子にならなければなりません。悪魔さえ侮辱してはいけません。いやいや、私たちは人を憎んではいけません。人を憎んではいけませんけど、悪魔悪霊は憎むべきです。それはですね、何でしょうかね、神を愛するならば、
いいですか。リッチさん、神の子になりたい。なりますよ。なりますよ。神を愛するということは、神を愛するということは、神と正反対の悪魔を憎むということです。人は憎んではいけません。人は罪人かもしれません。あ、家族さん、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。神様を愛するということ。神の正反対の、悪魔を憎むということです。それはですね、とても大事なことです。真理を愛するなら嘘を憎むべきです。正義を愛するならば不正を憎むべきです。今日の御言葉はまさにそうです。今日の御言葉は、互いに真実を言い合い、正義と平和を求めなさいとあります。それは神様の御心です。神様の御心は、天で御心が行われるように、地でも御心を行いなさい。この世は暴虐に満ちている。この世は暴虐に満ちている。不正に満ちている。悪に満ちている。ああ、皆さん、山がなくなっちゃいましたね。山がなくなっちゃいました。もう全然、ないですね。山がない。山がない。あまり景色も見られない。青空はちょっと見られますね。とうとう山がなくなってしまいましたね。山がなくなっちゃいましたね。まあ残念ですが、仕方ないですね。景色はちょっとまだ見れますね。少し景色が見れます。神様は、神様が作ったこの世を悪魔が汚してしまいました。人間が罪を犯してこの世が汚れてしまいました。しかし神様はイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して神の子を、神の子を作り、そしてこの世に御心が行われるように、天で御心が行われるように、天で御心が行われるように、この地でも御心が行われるように、クリスチャンが正義と平和を作ってほしいと願っておられるのです。クリスチャンはイエス様の教えを守って、クリスチャンの、イエス様の教えを守って正義を行い、平和を作り、そして神の栄光を表すことを求めておられます。ですから悔い改めるというのはそういうことです。悔い改めるというのは、私たちが悪いことをやめて神様の御心を行う、正義を行う。ですから互いに真実を言う。以前は私たちは嘘ばっかりついてました。欲のために、利益のために、自分のために、自分のプライドのために嘘ばっかりついていました。まあそのような、不真実というか偽りの生き方をやめて、偽りの生き方をやめて、真理だけを語る、真理だけを語る生き方、そういう生き方を私たちは求めています。いや、イエス様が求めています。ですから私たちは悔い改めて、あ、これからは真理だけを語ろう、真理だけを語って、嘘を言うのはやめようと決心しましょう。
イエス様がナタナエルという人に会った時に、あ、この人には偽りがない、この人は誠のイスラエル人だと言いました。ナタナエルという人には嘘がない、偽りがないと。もちろんイエス様にも嘘がないです。イエス様にも罪がありません。イエス様は真実なお方です。ですから私たちも決心して、これからは嘘のない方、嘘のない方、真実だけを言おう、真実だけを言おう、イエス様の教えを、イエス様の教えだけを守って真実だけで生きていこう、真実だけで生きていこうと決心しようではないでしょうか。決心しようではないでしょうか。イエス様の教えを守って、イエス様の教えを守って、トラリビトに真実を言い、嘘のない方、皆さんいいと思いませんか。あらゆる嘘を捨てましょう。あらゆる嘘を捨てて、そして真実で歩みましょう。それが神様の御心です。そして、敵や悪意を捨てて、誰とでも平和を持ち、神の御心、それは平和を作ることです。はい、それでは証タイム行きましょう。証タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて嘘をつかなくなってきた。イエス様を信じて、正しいことを求めるようになってきた証、スタート。正しいことを求めるようになってきた証、スタート。スタート。スタート。ミヤルさん、昨日悪コメしたので、懺悔します。アメン。アメン。ユウスケさん、ちょっと今は電話出れません。ごめんなさい。明日から引っ越しですか。ですね、そろそろ引っ越しです。そろそろ引っ越しです。そして明日の夜、そして水木の朝晩、ちょっと放送はできないと思います。まあ、できたらしますけど、一応休みます。朝、イエス様を信じて悔い改めます。アーメン。イエス様を信じて悔い改めます。アーメン。素晴らしい。素晴らしいです。ユスクさん、ツイキャス見てますよ、コメント。コメント見てますよ。はい。証書いてください。嘘をつかなくなってきた証。嘘をつかなくなってきた証。芸が治りました。アーメン。芸が治りました。素晴らしい。猫と和解します。猫と和解します。シュクラさん、おはようございます。嘘をつかなくなった証は、家が全焼したが命は救われた。よかったですね。家は全焼したが命は救われた。素晴らしい。ユウスケさん、基本的には、
嘘はあまり言いません。アメン。イエス様は全く嘘のないお方、全く偽りのないお方です。イエス様は 100% 真理のお方です。イエス様は 100% 真理。しかし悪魔は反対です。悪魔には全く真理がありません。悪魔は 100% 偽り、 100% 嘘です。ですから私たちは悪魔に影響を受けて嘘をつくようになってしまいましたけど、私たちは嘘をつくのをやめなければなりません。もし私たちが嘘をつくならば、それは悪魔の子です。しかしも私たちが真実を語るなら、それは神の子です。サムソンさん、おはようございます。サムソンさん、おはようございます。私たちが真実を愛し、真実を喜ぶなら、私たちは本当に、嘘をつくのをやめて真理を語りましょう。真理を語るのです。それは神の栄光です。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって真実を語るならば、それは神の栄光です。子供の頃からキャベツ畑で拾ってきたと嘘をつかれています。ですから私はですね、エイプリルフールも嫌いだし、サンタクロースが、プレゼントを持ってくるという嘘も嫌いです。多くの親はサンタクロースが、プレゼントを持ってくると嘘を言いますけど、私は良くないと思いますね。私は、サンタがいるということも嘘だし、サンタがプレゼントを持ってくるのも嘘です。それ夢がないじゃないか、子供の夢を壊すのかと言われますけど、それは嘘の夢を見てもしょうがないと思いますね。本当の夢、むしろ私たちはイエス・キリストを信じて天国に行けるわけですから、その天国に行くということこそ本当の夢ではないでしょうか。私たちはイエス様を愛するということは、イエス様を愛するということは真理を愛すること、真実を愛するということだと思います。神様に嘘は全くないのです。神様は光であって、暗いところが一つも少しもないと書かれています。足立さん、おはようございます。子供の夢を壊すな。ゆうすけさん、正直者で素直な者は神に祝福されると思います。そうですね、正直者で素直なものは、神に祝福される。アメン、アメン。今日は会社に行くのをやめて神様にお祈りします。アメン。素晴らしい、素晴らしい。引っ越しの手伝いに行ってもいいですか。いえいえ、今のところ大丈夫です。ありがとうございます。気持ちだけ受け取っておきます。太陽は本当に気持ちがいいです。 Good morning. How are you?皆さん、私たちは、世の光として正しいことを求めて、正しい生き方を求めて、そして悪に善、悪意の中でも私たちは善意を示す、悪いことを言われたり悪いことをされても私たちは正しいことをする。
それが神様の御心です。ぜひ皆さん、私たちの本当の生きる目的、本当の生きる目的知ってください。私たちの生きる目的、それはイエス・キリストにあって生きることです。イエス・キリストにあって正しく生きること、それが私たちの生きる目的です。神様はこの暴虐に満ちた悪に満ちた地を変えたいのです。神様は、この世界を、変えたいのです。神の栄光を表してほしいのです。私たちは悪いニュース見たくないし、犯罪のニュースも見たくないし、殺人とか暴力とか嫌でしょ。それは神様も嫌だからです。神様も殺人事件嫌だし、暴力嫌だし、人が死んでほしくない、人が傷ついてほしくない、神様もそうなんです。神様もそうです。だから神様は、私たち人間が、まゆさん、きゅうちゃんは良いニュースを伝えてますから、そうですね。最高の良いニュース。最高の良いニュース。それはイエス様が皆さんを救いに来てくださった。誰でもイエスキリストを信じるならば救われるという良いニュース。その良いニュースを私たちは、伝えるべきです。良いニュースを伝えましょう。最高の良いニュース。最高の良いニュース。それはイエス様についてのニュースです。イエス様は、悪いニュースを見たくない。人が死ぬニュースを聞きたくない。不正事件の話を聞きたくない。スキャンダルを聞きたくない。誰でもです。誰でもですね。そういう悪いニュースは聞きたくありません。私も聞きたくあります。いいニュースが聞きたい。いいニュースは何ですか？誰かが悔い改めてイエス様を信じて人生が変わった、心が変わった、人を許すことができるようになった、悪いことをしなくなった、正しいことをするようになった。それがですね、いいニュースです。ですから、信仰コメントというのはいいニュースなんですね。信仰コメントというのはいいニュースです。悪コメは悪いニュースです。キューちゃん、僕も入信できますか？できますよ。できます。ただ、イエス・キリストを信じようと決心すればいいのです。ただイエス・キリストを信じて、罪が許されてほしい。罪が許されてほしい。ただただ、ただただ、救われたい。変われたい。神の子になりたい。罪を犯したくない。罪を犯したくないと思えばいいのです。でも自分の力では、あ、リッツさん、今決心しました。アメン。ハレルヤ。素晴らしい。皆さん喜んであげてください。今リッツさんは決心しました。イエス・キリストを信じる決心、悪いことをやめる決心、嘘をつかない決心をしました。素晴らしい、素晴らしいです。ダヨンさん、イエス様を信じます。イエス様を信じます。自分に厳しく、人に優しくなりたいです。アメン。アメン。アメン。感謝します。私たちはすでに勝利者です。アメン。太陽があるように、また朝太陽がまた昇るように、神様はおられます。
神様がおられます。苦しい時があっても、悲しい時があっても、イエスキリストを信じるならば太陽が昇ります。私たちの心に神様が来てくださいます。すべての人は、すべての人はイエス様に許されて神の子供にしてもらわなければなりません。神の子供というアイデンティティを持ってこそ、神の子供というアイデンティティを持ってこそ初めて私たちは生きる意味、生きる意味を持てるのです。天動説ですか、地動説ですか。地動説ですね。地動説。キューちゃんとバンドが組みたい。いつも聖霊様が宿ってます、ダヨンさん。今日もイエスキリストに会って、真実を語る一日、嘘のない言葉、嘘のない行い、神様が喜ぶような生き方、敵意悪意を捨てて人を励まし、人の息と息を測るような生き方、皆さん人生は素晴らしいのです。イエスキリストに会って素晴らしいことができるんです。以前は欲で生きていたかもしれない、以前は自己中で生きていたかもしれません。それをやめて、やめて真実に行きませんか。真実に行こうと思いませんか。そして神様はそのようなものを祝福します。そのようなものを、喜び天国に連れてってくれます。悪いことをするならば神様に裁かれ、永遠の裁きに、なってしまいます。それは辛いのです。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああそう言われたらちょっと嘘ついてたかな、嘘つくことが平気だったかもしれない。それを悔い改めて、これからは嘘のない生き方をしようと、そのように決心する人、アメンと言ってください。正しいことをしよう、不正を憎み、嘘を憎み、これからは正しいことをしようと、そのように決心する人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。天の父様、感謝します。私たちは以前は、闇の中で歩み、自分のために嘘ばっかりついていました。自分を守るために、悪いことが、分からないように嘘ばっかりついていました。しかし悔い改めます、悔い改めます。私たちは神様によって、救われたんですから、神様が正しいように私たちも正しく歩みたいのです。私たちどうぞ清めてください。イエス様の血に、十字架の血によって清めて、真実な心に変えてください。あなたは真実です。イエス様、あなたは真実なお方です。ですから私たちも真実にしてください。私たちも真実な心、嘘のない心、本当に清い心、
清く変えてください。あなたの血潮によって、あなたの血潮によって私たちを清めてください。そしてこの世を、明るくするために、この世を清くするために私たちを用いてください。私たちを用いてください。今アーメンと言った方々、救われて用いられますよ、清くなりますよ。あなたの血潮で、あなたの十字架の血潮で清くなりますように、心が清くなりますように、行いと言葉が清くなりますように、清めてください、清めてください、清めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、今日一日素晴らしい一日を送ってください。私も、今日は素晴らしい一日になると信じます。素晴らしい一日になると信じます。それじゃあまた夜8時、多分今晩はできると思います。明日の朝も多分できるでしょう。それじゃあ皆さん、今晩8時お会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。